プラン。本日も e フットボール2023アプリのゲームプランをご紹介していきたいと思います。今回もウィークリーフォーメーションということで、前回に引き続きベースチームをディナモキーフに設定すると使用可能なこちらのフォーメーションを使ったゲームプランをご紹介します。本作人気の効果力フォーメ、通常の4-1-2-3より重心が低くワイドな4-1-2-3、攻撃的選手を置ける4-1-4-1とも言えそうな形で、おそらく今までで一番重心が低くてワイドな4-1-2-3、このような特徴を生かしてどんな戦術的仕掛けを作れるかを考えるのが楽しい今週大注目のフォーメーションとなっております。そこで今回やってみたのが戦術最極端アイソレーション、ウィングがいつもよりサイドに張ってくれる印象のこの形で、右サイドでオーバーロード、左サイドでアイソレーションというアシンメトリーな攻撃スタイル。2-1-2-2シーズンテンハグアヤックスアントニーシステムのオマージュ的戦術となります。人選はこんな感じで、このようなプレースタイルの組み合わせでやってみました。攻撃は基本的には右サイドからウィングの選手が大外の低い位置にポジショニングしてくれる、このフォメで右のウィングを ST ナンバー10発動でルイス・アルベルト。このプラン、ゲームメーカーは右サイドにいます。ナンバー10ルイス・アルベルトをこの位置に置くことで、ボールを受けてくれる動き、その類稀な足元の技術でビルドアップの精度を高め、イニエスタ、カンセロとの技巧派三角形でこちらサイドの攻撃を牽引します。この第一攻撃パターンにより右サイドにオーバーロード状態発生です。そして逆サイドに俊足ウィンガーが孤立します。このパス供給能力高めの選手たちを使って一気にサイドチェンジ、これが第2パターン。前回同様、俊足ウィンガーのドリブルで独走してこちらサイドのニアゾーンを攻略です。続いてこちらも前回同様、当チャンネルではおなじみのインナーラックサイドバック、今回も攻撃の第3パターンとして厚みを加えてくれました。もちろん最後の切り札ジョーカーネドベドはこのプランでも健在です。戦術最極端アイソレーション、本作で一番重心が低くワイドな4-1-2-3にお好きなゲームメーカーを右サイドに配置して、まずは右サイドオーバーロード攻撃によるニアゾーン攻略、そして逆サイド今作最極端インナーアイソレーション、さらにサイドバックのインナーラップ、最後の切り札ネドベドのミドルシュート、そんな優先順位の攻撃パターンで本作で最も極端なアイソレーションシステムをお試しください。この後お送りするそれぞれのおすすめの攻撃パターン映像もぜひお楽しみください。さあ、まずはこのプラン、ご覧のようなおすすめ攻撃パターンとなっておりますが、まずは右サイド起点の攻撃から見ていきましょう。ルイス・アルベルト、イニエスタを中心にその巧みなパスワーク、ドリブルを駆使して右サイドのニアゾーン攻略を目指します。このプランにおいても捕まらない男は見えにくいところで仕事します。今回はカウンターチックな得点シーンしか撮れませんでしたが、こちらサイドのボール保持がかなり楽しめますので、まずはこちらサイドでの技巧派たちのテクニックをご堪能ください。続いて今回のプランの目玉攻撃パターン、その右サイドでのボール保持によりピッチ上の密度を徐々に右サイドに偏らせましょう。そして逆サイドを確認しつつ一気にサイドチェンジ、今回も通常デンベレ最高でした。前回のプラン同様、爆速ウィンガーでこちらサイドのニアゾーンを攻略です。ちなみにナンバー10の位置にはリンクフォワードもおすすめです。そしてこのお気に入りのシーン、ミュラーの動きに注目です。イニエスタがボールを持つとほんのわずかな動きでこの2人を引きつけます。そして空いたパスコースに超絶スルーパス、今回はこういったミュラーのデコイランプリに期待してグラウンダーでのサイドチェンジにこだわってやってみました。そして今回とうとうあのインナーラップサイドバックが頭角を現しました。新入りのフェルディカ・デュオール、何がきっかけかは分かりませんが突如インナーラップ開始です。持ち前のスピードを生かしてもうすっかりミュラーとツートップ、そして待望のゴール、今後のさらなる活躍に期待です。今回も4段構えの攻撃パターンでお送りしました戦術最極端アイソレーション、今作で最も重心が低くワイドな4-1-2-3を使って右サイドオーバーロード、左サイドアイソレーションのアシンメトリーな攻撃システム、ピッチの密度のコントロールを楽しみつつサイドバックのインナーラップも合わせてお楽しみください。そして今回もジョーカーはやはりネドベドです。今回もかなりおすすめ度高めのゲームプランとなっております。ポゼッション愛好家もビギナーさんも右に偏らせて左に孤立させる、おそらく今作最高に極端なアイソレーションをお楽しみください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。引き続き短い時間で一つのアイデアをというコンセプトで動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。